公益財団法人、徳川黎明会は、東京都豊島区目白三丁目に、本部、総務部を置く、公益財団法人、尾張徳川家伝来の美術品、文献資料等の収集、保管や一般公開を行い、美術や私学の研究に資することを目的とし、徳川美術館と徳川林生主研究所等を運営している。1931年に、 財団法人終わり徳川黎明会として設立され、2011年に公益財団法人に移行した。1929年に終わり徳川家の華麗となった鈴木新吉は、同家の第19代当主、徳川吉地下公爵の美術館設立構想を具体化させ、1930年9月13日、終わり徳川家のご相談人会で、同家の名古屋、 大園へ停止基地の一部を名古屋市に寄付し、そこに財団法人として徳川美術館を設立することが可決された。検討の過程で財団法人の名称は漢文の素養があった坂本三之助により尾張徳川黎明会と命名された。また美術館のほかに書籍を収集、保管する放査文庫を合わせて設置し、徳川生物学研究所を呼び、 徳川林政史研究室も財団法人に移管することになった。1931年12月、終わり徳川家伝来の重宝、書籍を保管、公開するための財団法人を終わり、徳川黎明会が設立され、同年、徳川生物学研究所、林政史研究室の管理は財団に移管された。徳川義地が初代会長となり、 設立当初の理事は、吉地下の長男、吉友、鈴木新吉と家父のゴミス水吉及び、徳川生物学研究所所長、服部光太郎に移植された。1932年、東京府北豊島郡高田町増志谷に、財団の施設として、放射文庫が設置され、臨生史研究室は、放射文庫付属歴史研究室となり、徳川生物学研究所も、 財団の施設として同地に新設、移転した。同年9月には、名古屋市大曽根で、徳川美術館が建設に着工した。1935年11月、放佐文庫と徳川美術館とがそれぞれ東京、名古屋にて開館し、一般公開を開始した。戦後、個人職が全面に出ないように、財団法人令明会に名称を変更。1950年、 戦後の社会的混乱、経済的困窮を背景に、財団存続を図るため、放射文庫の名称と蔵書の一部を名古屋市に売却場とする。放射文庫付属歴史研究室は、反省資料などの蔵書の一部を引き継ぎ、徳川林生主研究所として存続した。1970年、現状ではもはや、徳川を名乗る意味がないとして徳川、生物学研究所を閉鎖し、 乳酸飲料会社に譲渡する。2011年4月1日に公益財団法人に移行した。2016年現在の会長は、尾張徳川や第22代当主の徳川義孝財団は、徳川美術館と徳川林生史研究所を管理、運営し、美術史、林生史などの研究、展覧会や公開講座の開催、所蔵資料の整理、 公開などの事業を行っている。本部、総務部は東京都豊島区目白に所在。ありがとうございます。